1749年頃の肖像画。ストレンジ教、ジェームズ・スミス・スタンリー、1717 17年1月7日1771年6月1日は、グレート・ブリテン王国の政治家、ランカスタ・公領大臣を務めた。ストレンジ教の儀礼称号を使用したが、実際には、ストレンジ男爵の継承権を有さず、戦勝だった。 第五代順弾シャクサーエドワード・スタンリーとエリザベス・ヘスキスの息子として1717 17年1月7日に生まれ29日にプレストンで洗礼を受けた。1729年にウェストミンスタースクールに入学、1735年にライデン大学に進学した後、1737年頃にグランドツアーに出た。ダービー伯爵家は ランカシャ選挙区で一議席を支配するほどの影響力を有したものの、1736年20代、伯爵ジェームズ・スタンリーが死去すると、それまでの議員だった5代、順断爵サー・エドワード・スタンリーが爵位を継承して11代伯爵になった。これにより補欠選挙が行われたが、11代伯爵の長男にあたるストレンジ教が未成年だったため、ダービー伯爵家は、 候補者を出せず、議席を、通り位等のピーター・ボールドに奪われた。そして、1741年イギリス総選挙では、ストレンジ教が成人していたため出馬し、無投票で、庶民議員に当選した。以降、1771年に死去するまで、同選挙区で再選を繰り返した。議会では、無所属として行動したが、ホレス・ウォルポールは1749年に、 全般的には、通りー党側で投票していると記述している。1744年のフランスによるイギリス侵攻計画や1745年ジャコバイト放棄では、ハノーバー朝を支持したが、舞台召集に向けた募金を、チャールズ一世の暴挙に例えて反対した。以降もヘンリー・ペラムの首相期には、野党の立場を維持したが、1751年に政府が主張した、 土地税率末え置きに賛成した。1757年発に行われたジョン・ビングの軍法会議に関する弁論では、ビング側に立ち、軍法会議の裁判官を批判した。同年4月と6月の2度にわたり、ヘンリー・フォックスが組閣を試みたとき、ストレンジ卿は、フォックスの組閣が失敗すると見抜いて、自身が、かねてより望んでいたランカスター公領大臣への就任を辞退した。 同年から1771年まで、ランカシャー党官を務めた。1761年12月に、大ピット派議員ジョージ・クックが提出した動議に賛成したことで、国王ジョージ賛成が不快感を示したが、翌年5月までに、ストレンジ教のランカスター公領大臣就任が議論されるようになり、11月に、第9代キノール伯爵トマス兵が、 ランカスタ公領大臣から辞任すると、ストレンジ卿は12月にその公認に任命され、同12月15日に、数密顧問官に任命された。しかし、大臣としての賃金1200ポンドの受け取りを拒否し、宮廷から距離を置いたほか、与党側に立つことをせず無所属議員を貫き通し、ジョン・ウィルクスの誹謗文書事件では、首相ジョージ・グレンビルと同じく、 ウィルクスを批判したものの、批判の内容は異なったという。第一次ロッキンが無公爵内閣期には1765年院司法の廃止に反対票を投じ、ジャタム伯爵内閣期では与党側に立ったとされ、グラフトン公爵内閣期では、ウィルクスの庶委員議員就任に強行に反対し、ノース内閣期では、 ロンドン市長ブラスクロスビーによる議事録出版問題をめぐりクロスビーのロンドン党党国を支持したとされる。1771年6月1日にバースで卒中を起こして死去、オームズカークで埋葬された。父に先だって死去しており、爵位を継承することはなかった。遺言上ではストレンジ死者の儀礼称号を使用した。1747年3月17日、 ルーシー・スミスと結婚、同時にスミスを性に加えた。二人は二男三女を設けた。ありがとうございます。